カバサは今後何を書いていくのか。先日ある方からカバサワさんは今後どんな本を書いていきたいですかというね質問をいただきました。それに対してまあ大体ですね、書きたいことはもう書いたというふうには言ったら結構がっかりされてたんですけども、大体ストレスについてもアウトプットについても楽しむ幸福についても結構私の書きたいテーマっていうのは書いたんですね。なのでまあ今後ちょっとあんまり無理してたくさん書く必要もないかなっていうふうにちょっとこの間まで思ってたんですけど、昨日ね新ウルトラマンというエヴァンゲリオンの庵野監督の最新作を見てですね、いや庵野監督攻めるなと、新しい境地に挑むなというふうに思ったんですね。まあつまりある程度ねエヴァンゲリオンで頂点を極めた庵野監督ですけど、また次のチャレンジするこの心っていうのはすごいなと思って、まあ、カバさんもまああんま書く意欲ないぜとか言ってる暇なくて、次々とですね新しい作品に挑みたいなというふうに思ったところです。ということでまあ今後のですね数年間また新しい境地にチャレンジしていきたいと思っています。今後のカバサワどうしていくかということを語る5月25日カバサワシオン作家生活20周年記念オンラインイベントを行います。こちらの方でね、私の今思っていること、そしてこれから10年間でカバサワが何をしていこうかということについて熱く語ろうと思っていますので、ぜひご覧ください。詳しくは備考欄から。